どうも、こんばんにちは、ホビドアです。ローグレガシーをプレイ再開していきたいと思います。前回やっとボスが倒せましたからね、森のところの。さて、今回は、とりあえず、次のエリア、どこのボスが一番レベルが低いのかを検索していきたいと思います。実は他のところのボスまでたどり着けていないですからね。どこなんだろう、次は。キャッスル、フォレストをクリアした。あとはタワーとダンジョンなんですけどね。先にタワーの方の敵のレベルを確かめに行こうと思います。上の方か。そういえば、アーマーが上がるやつを取ってたんですけど、前回で。どのぐらい上がってるんですかね、防御力。確か他の階層のやつらがだいぶ攻撃力高かったんですよね。多いな。しかし早い。おう、面白いな、この忍びのスキル。あ、もうタワーなのかな。そして敵のレベルは 33? あ、ここなのかな、じゃあ。だと思った。敵だと思ったんだ。がっつり持ってかれるな。 HP 危ない。ここ行くの危ない。これ乗れないのか。まずどうやって進むんだ。ここか。やっちまった。がっつり持ってかれた。とりあえず行くところは決まった。死ぬな。何あれ、一瞬見えたけど敵の数が半端じゃなかったぞ。ほかげとおっしゃったか。まあいいや。何だろう、ほかげ、忍者でほかげ、どこかで聞いたようなね、あれですけどね。しばらくパラディンとかが出ない。いいな。あれ、あんなやついたっけ。しかしでかい。剣の当たる範囲も上がるんですけどね。しかしアーマーを上げたけど、それでもやっぱり敵の攻撃が結構ダメージが高いですね。どうやって倒せる、あいつ。今こいつでは倒せないな。違うサブウェポンがあればいけないことはないと思いますけど。そこ下通るようなサブウェポンどれだったのかな。はい、ひどくなった。違うぞ。ブラッドブラッサー。ああ、コテか。ヴァンパイアリズムがついてるやつかな。これで全部装備して夢の HP0 がおそらく1残るんだろうけども。今回はあんまりいけそうにないな、 HP だと。危ない。
に危ないな。行ってるところが例えば上じゃなくて横の方に行っちゃってるな、癖で。ずっとボスの方行ってたからな、森の方の。例えばこっちは敵のエレベルいくつなんだ。60か。60ということはやはり上を先に行かなくてはいけないっていうことですかね。ちょっとやめておこう。ちょっぴり回復したけど、自力でこっちの方に行った方がいいかな。そろそろ死にますけどね、この分だと。何もない。やってしまった。トカゲ、トカゲ、くそ、ないの、出ないのか、バーバリアンは。で、どれを取るべきか。ダメージを減らす。少し足りないな。じゃあ2000ちょいか。1260、ちょっと足りない。これも足りない。木が生えた、木が生えた。くそ。足りんな。マナを上げるしかないのか。打ち砕メジャー、マナ上げとこう。これは、おそらく、ですよね。これで一式揃ったんじゃねえか？あ、ヘルメットが足りないのか。しかし、だいぶ進んでますけど、少ないですね、まだ装備品。後半と言いますか、フォレストとかタワーとか、書いてあるところでしか出ないブループリントがあるんですかね、設計図。よいしょ。あれなんじゃないか、初めてこういうスキル系を有効活用したんじゃないか。ああ。こういうやつの効果がいまいちわからん。装備見えないのか。ちなみに今回初めて見ましたね。4-2。あ、これ、あれか。マジック・ザ・ギャザリングのカードか。そういうことなのか？ 4-2 って。まあ、まあいいや。あれっぽいデザインだけど、実際そうなのかがわからないな。だよな。調べ方がせこい気もしますけど。今回はこの忍者くんを使っているので、一旦上の階に行くのはしておきましょう。バーバリアンかパラディンを取ってから一回行きたいんですよ。行かないとボスのままで持ちそうにない。ということで一回ここら辺を回ってお金とアイテム稼ぎをしたいと思います。アイテムの量っていうか、お金多くねえか。なぜこいつのあれなのかな、スキルかな。あ、もしかしてさっき取ったアイテムの効果なのかな。やっぱり量が多いな、コインとか出てるあれらが。ちょっと検索してボスの間を探しましょう。ボスの間に必ずあの宝箱が置いてありますからね。あれを入手するつもりでいいと思います。わお、口じゃねえな。多いな今回、大量や。これは強化が楽しみだぞ。
でも今はそっちじゃないんだ、行きたいのが。ここだ、ボスも終わった。次は森の方のボスの間を目指していこうと思います。今回は徹底的に強化の方に努めますよ。ああ忘れていた。飛べるっていうのがいいですよね。だいぶ楽です。あれはどうやって取りに行くんだ。取りに行けないのでは。取れない何かな。あそこ実はもう少し背の低いキャラを使っていたら通れたのかな。いけないのか、もしかして。おっと、よし、順調にいってるんじゃないか。おお、ボスのもうすでに早いな。これは戻って次のところを検索しに行った方がいいのか。検索だ、検索ちゃうや、検索グーグルやで。あ、これでいけない、いけないか、ダメか、残念。なんというか順調に行き過ぎてるな。絶対おかしいぞ。あーやばい、ない危ない、多いな。いや嬉しいけど、しかし84か。順調に脳筋の道を進んでいってるぞ。おっ、また式か、わからん。何気にプレイヤーレベルの方がこのここら辺の雑魚敵よりは高いんですね、すでに。まあでしょうね。しまった、宝箱があるなぁ。ということはかなり危ないんじゃないか、ここら辺は。後回しにしよう。危険なところが多いなぁ。やっぱり、こうなんていうんですか、次の階層のダンジョンだから、かなり危なんですかね。しかし今、ホカゲというクラス、アサシンから発生したんでしたっけ。あ、ボスだ。どうしようかな。金が結構溜まっているので、行った方がいいのかな。見とくべきか。ここがある。あ、クソ。よし、ボス行こう。ボス、今回はチラ見のために行きましょう。なんだ。あの火の玉のでかいやつか。モンスデライオン、ストラップがあるタイプか。全く見れへんかった。レベル60前後だったみたいですけど、もう一度いけるか、あそこまで。お、パラディンがやっと出た。止まったね。やっぱりストリングスが48か、だいぶ低いですね、あれに比べると。ここは脳筋で行くべきなのか、それとももう少し防御力を上げるべきなのか、悩みどころですね。とりあえずこれを一つは取ってみよう。やっぱりこれで終わりなのか。アンロック
ックするだけアンロックしておこうか。ああ、なるほど。HP が回復するのか。倒すと。チキング。マックス HP を MP に変換する。逆なら欲しかった。逆なら欲しかったけど。ああ。なるほど。あれをつけてると、マップを、ちゃんと取ってなくても、どこに宝箱があるか表示されるっていうことなのかな。さっきの絵を見える限り。これでもう、開けられるところは全部開けてしまった感じですかね。くそ、金が500も残っていると。馬鹿があるな。あいつに差し出すしかないのか。しかねえだろうな。防御力が48か。やっぱり優しいに比べるとだいぶ低い感じですね。どうしようかな、今回は。あのボスのところまで行って少し遊んでいってもいいんですけど、もしくはまた少し手上げも兼ねて探索を目にするか、またこれでダッシュ。危険なやつだろう。ここはよし、なんか知らんがうまくいったぞ。行くだけ行ったっていう感じですね。本当にオーナイフだ。久しぶりに撮ったな。だがこれ懐かしい。確か初回これだったんでしたっけね。すごい、こういうダガーとか見るとカッスルバニア思い出すな。例えばこっちに行ってますけど、行きたい方向実はこっち側じゃないんですよね。上の方なんだよな。やばい。こういう移動用のスキル本当有用ですね。だいぶ楽になります。何あれ、あそこ危ない。なんかありそう。いや、一撃してくれない。もう少し攻撃力を上げるべきなんでしょうかね。まあアサシンなら、あのおかげならやっぱり攻撃力が高いので、こういうやつらは一撃なんですけどね。攻撃力が高いと事故率が下がるんですよね、だいぶ。トップボスの間が隣じゃないか調べてこよう。何にもないところやな。ですよね。ちょっと足りない。そう、一撃してくれなかった。おっと危ない。危ないですね。でも今回はそれほど遠くまで行くにはいけないんじゃないか。 HP があれだし。おお、ちまちまやってますけどね。うん、遠くからね殺した方がいいだろうね。おお、大量大量。うん、それでももう結構高いからな、物がグレードするにしても。あって
どちらへ、どっち行くべきかなと思ったらそれどころではなかった。影アラディン、くそ、もう一度影で、影で行くときの問題は HP が低いですよね。よくアップで2上がるって書いてありますけど、ね、トータルで3も上がりますから、ね、最大でこれ75レベルまで上げられるってことは相当強くなりますよね。ラスボス、これのラスボスを倒すにそんなに必要なんですかね。そうするとだいぶ先が長いような気もしますけどね。下手すると影でレベル上げをしないといけなくなる可能性が高いですね。おかげを使ってる時なのかな。じゃあ多いな、取得するあれが、お金が。なんか書いてるかな。俺が気づいてないだけで、実はこいつの特性なんかあるのかな。今回もせっかくなので金稼ぎをしてアップグレードの方に、お、ダメージを食らうな系か。今回はちょっと自信がないぞ。あれは欲しいけど、確実に行くべきか。あー、やってしまった、あー、やっぱり再挑戦できないのか。こう頑張ればいけたと思うんですけどね。今回ダメージ結構食らってるな。頑張らないと。ダメージといえば、あのアーマーも強化した方がいいのかな。あそこのタワーの方の敵がだいぶダメージが高いんですよね、他のところに比べると。それで多分上げないときついかなと思うんですけど、いや、ボスの間は、おっと、ない、はい、大量大量。最初の方だったら本当助かった。今必要な量が上がってますね。でも助かるけどね。あの右 にある機械があれかなと思ったんだけど、違ったな。やばい、やってしまったか。大丈夫ではない、あんまり大丈夫じゃない。やばいぞ、もうちょっと目が稼ぎたいんだか。あと一撃です。あとワンワンパンです。ランドオブダークネス、あ、いや、そこは後にしよう。右が怖いな。左側か、左側かどうかは分からないけど、こちらに行くしかないか。戻るのか。やばい、あ、やってしまった。大して稼ぐこともできなかったですね。残念。スペランカ、聞いてるあれを。今回お金稼ぎでこいつが有用そうなので取っていこうと思います。取ってみようと思います。アップグレードでアーマーを強化。今回は長くなってしまいましたが、ここまでで、また次回。